名古屋おもてなし武将隊、名古屋の魅力を全国に伝えるため、名古屋にゆかりのある6人の武将と4人の陣笠で結成。名古屋城で演舞などおもてなしの活動を中心に様々な分野で活動しています。迫力ある演舞とおとぎあふれる振る舞いをお楽しみください。それではご登場いただきましょう。名古屋おもてなし武将隊です。手を挙げてくださりませ。あ、前の方は知っておりません。このちいちゃいわっぱが知らんな。教えたろ。勝ち時一緒にやるべや。さあ、それでは前へ。恐れることはない。前へ前へ。さあさあ、後ろの者たちも共にやっていただきとうございます。はい、まずは右手の拳を掲げてくださりませ。ありがとうございます。後ろもよければ。ありがとうございます。勝ち時っちゅうのは、ね、戦勝祈願にございます。お、右手の拳をみんな掲げてもらった通り、このままえいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度声に上げるものにござります。皆様にはこのおーの部分を張り切ってやっていただきとうございます。さあ、誰が一番声が出るか、よし、競ってまいりましょうか。では皆様で一度勝ち時上げてまいりますので、右手の拳ご準備くだされ。あれ、ちいちゃいわっぱもええか。言ってました。右手でござるぞ。右手、恐れることはない。前さあ、皆様も元気よくまいりましょうぞ。さあ、それではまいりますと、勝ち時します。一番大きいっちゅう。ありがとさんじゃ、見事。さすが我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方に、たくさんの元気とありったけの勇気を精神全員お届けする所存でございます。その暮らし楽にある民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に方々は蘇る。次郎殿、ここはどこじゃ。戦場にござる。ここは桶狭間。違います。ここは三方ヶ原。違います。平政、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原。違います。竜王はどこじゃ。日の本の国平和の世の合戦場にございます。であるか。面白い。皆を出陣じゃ。おわー。
Thank you.
原支部長隊にある演舞はいかがであったかろう。ありがとうございます。この度初出陣の加藤清正よ、どうじゃ。いや、このような南の熱気に満ちた文面と伝わるこの空気、戦場に帰ってきたなとそのように思うと同時に心が現れるでございます。なぜ現れるのか。それはもちろん、皆の元気な顔を見ることができということでございます。あれじゃあ、もののふじゃからな、この、なんだムンムンの強い気に心がな、たぎる思いだよ。さようでございます。するとこの現世に染まってしまった心が現れるという誠でござる、うん、ありがとうございます。いや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 、またな、この心がジャブジャブと現れると、今までのもののふの心が現れるをかけて、なるほど、素晴らしい言葉。ありがとうございます。ありがとうございます。これは完璧だ。清正、これを学べ着地じゃ。清正と凛太郎の学べきところは着地じゃ。うまく話をまとめる。これより先学んでまいりまする。清正、反省いたします。これからでよい。一つずつ学んでいくがよい。ありがとうございます。さて、加藤清正といえばな、トークは火の国熊本でも有名であるわな。この中部国際空港の空飛ぶ鉄かご飛行機を活用し、国内はもちろん世界各国に行ける熊本ともつながっておるでな、清正よ。はっ、まことに世界がどんどんと広がってまいりまするな。400年前とはまこと大違いでございますね。確かに。はっ、ゆえに拙者、これからもこの名古屋を世界一の観光都市とするために、どこが現れるじゃろ。どこが現れるんだ。お前は昨日からそうじゃ。清正、反省してもしきれぬ所存でございます。今1分前、数十秒前、信長殿から教えられた儀ではないか。着地の儀であるぞ。うん、申し訳ございませんね。さりながら、そういったお主はな、ちょっとつもちんなところがあるがゆえにな、ぜひともの、その強さと同時に冷静さも掛け持ってもらいたいということじゃ。信長殿、ちょっとつもちん、そうだな、もっともである。ありがとうございます。ああ、ということでな、着地が危うい名古屋をもてなしの状態であるが、我らだけではなく、どこへと服部半蔵忍者隊という忍びの者たちもおるわけじゃな。忍びの者たち関連の忍者隊が、さよ、忍者隊見がござりも。先ほど次郎三郎何かやっておったわしは、シュ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 ですな。おお、そんなのはない、そんなのはない、シュ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 はない。手裏剣体験でございます。おお、手裏剣体験。さよ、手裏剣と申すのはな、この投げるという印象があるやもしれが、打つと申すわけじゃな。標的に向かいしかと打つわけなんじゃ。もともと手裏剣というのは奥の手という意味合いがあるんだな。おお、手裏剣は元はこのように、おお、わしとおおいいやつや。おお、ここから働きて、ちょっと待て、指先にたくさん影があるけども、あれは何だ。あれは同時にたくさん話すという術でござる。で、何が結果、散らかってる、散らかってる、全く当たっておらんのよ。あれは何だ。凛太郎の膝元の2枚は、カメラアンドロ見てくだされ、後に当たるの術でござる。やらせやらせ、凛太郎はどれ家の顔をしてるのか。いや、凛太郎はどこ見てる。ダメじゃな、鳥が好きだから鳥でも見とったのか。さすれば、しかと見届ける必要がありますな。まあ、このような手裏剣体験もござるし、加藤清正さん、主は何をいたしたのじゃ。拙者はハーフをハーフしてまいりますので。あら、吹き矢でございます。違う違う、どっからどう見ても、槍が飲めるびっくりおじさん。やり飲むんじゃないの。いや肺活量の力も飲めません、飲めない。やりをお前吹いて飛ばすんか。いけませんよ。違うぞ、手前の足軽が携えておる、あれを吹くのじゃ。これ結果どうなったのじゃ。結果はこれ見てしまいか。さようでござります。あ、しまいな。じゃ、写真も着地を考えろ。やるのはええけど、その心はええ。そして信長殿はどのようなご体験をされた。わしは
椅子雲の術を作った。おお、水の上に浮くという作用。足元が映ってない。おい、裏の軍師よ、角度を上げ。消えた。いや、やるから。もっと足が消えとるわ。わかりづらい。ただただわしがかっこいいって。せっかく水雲の上に乗っとるのに。これはあの上に乗ると水雲の術、水を浮く術を使ってるような写真が撮れると。いわゆる映えるところということです。しかも無料じゃ。銭がかからそのような各体験ができる、うん、角があちら一帯にご覧のよう。いやいやいや、どうでもお仕事し安定を取り切れ。これは正しい使い方じゃ。それで正解です。司会進行はこのものの方が良いわな。いやいや、これは綺麗に乗っております。軍師よ、裏の信長殿。後で話が。完成度が低いですぞ。着地が危ういですぞ。そうだな、しっかりと着地しよう。やめてください。危ない、危ない。裏のポチポチやってるやつよ。やめてください。それでは刀に血が。秀吉の足短い。あと一寸でも動かしたら死ぬぞ。いやいやいや、気絶するぞ。短い。ギリギリのギリ。いや、誠楽しそうなお顔をされておりますよな、殿下。誠でござる。違うものに乗ってる。いやいや、あいつ大体ああいう時はいっぱいいっぱいの顔じゃん。それを言われますよ。信長殿見てください。三平があの距離で秀吉のあの、いやいや、同じ距離。おそらくあれを近づけとる。実はあれは自分の歩幅に合わせられるからな。なるほど。でも大きな大人でも楽しめるようになる。それでも最後するか。ぜひとも楽しんでくれ、うん、そしてそれだけではないわな。さようですな、うん、何か腹を満たすものもある。かまぼこがござるということで。おお、かまぼこ。このかまぼこはどこで手に入るのじゃ。どのあたりじゃろうか。向こうの方ではないか。向こうの方、山沢殿のかまぼこで、うん、忍者セットなるものが売ってる。忍者セット。先日、うん、この巻いた時に、うん、数ヶ月前に、うん、あ、これこれ、山沢殿が忍者隊に掛け合わせた、はぁ、あつらえ向けのかまぼこを用意出してくれ。まず手前はこのゴンボが巻いてあるのは、そうじゃな、巻物で飽き物。だから手裏剣でござったり、いろいろござるでな。そうだな、ぜ黒いやつ、あれか、煙玉を意識しておる。実際の煙玉ではなく、食べると中に卵が入っている。なるほど。爆弾のように中に込められたものがあるということですな。大落玉のようにな。そういったものを売ってるけど、まこと趣向を凝らされた作りになっております。ぜひとも忍者体験をしつつ、うん、このかまぼこを食べて楽しんでもらいたい。ちなみにこの山さのほうちくわというのはですね、うんうんうん、非常にうまい。やめてよ、皆様、申し訳ございません。これはですが、400年前は天下人しか口にすることができなかった清正が使いし、豊臣秀吉殿の嫡男で合わせられた秀頼殿の大好物だったんです。さようでございますな。そういったものが手に入るということは なかなかござらんのじゃ。しかもこの地方の三河の地方のかまぼこというのは、噛めば噛むほど滋味あふれるものがある。食べたことないよ、ちょっと手を挙げてみてくれるだろう。必ず体験いたせ。そしてこの場合は母上をゆすりながら食べたいと思う。忍者さんと食べたい。さようさよう。ああ、そうじゃそうじゃ、今言ってよ。そうじゃそうじゃそうじゃ、食べたいじゃな、そこに言ったので。さようさよう。食べたい。歌せと いたしたい。そういたしたいな。そして我らもこうやって楽しく話してるんだけど、こうやって楽しく話してる間に、あの司会のサウンドが寝とるかもしれんから、あの呼び寄せたいと。いや、もう呼び寄せんでもようござる。市川殿に火炎坊さんのこと。では司会の市川殿入ってまいれ。いや、そうです、寝てもない。まだかな、まだかなって思ったらもう楽しそう。いや、裏でわし寝てるからって。いや、寝てはない、まだね。まだね、もうなんか演舞がかっこよすぎてですね。清正さん、あ、敵だぜ。違うんですよ、拙者と同じくらい薄い。いや、しかしながら、ライバルが。あるものは薄いだけではなく、この胸の内がわからんところがある。
ぜひともその羽織を。おお、おお、まさかそれは中部国際空港桜井二茶空港の証である春の神のステッカーさようであるなるものでございます。信長殿、激ではござらん、味方ですと。いや、もうちょっと用意してるならもっと派手るやつ用意してる。じんわりじんわりが好きでござるの信長殿。いやいや、そのじんわりでもって江戸幕府は持ちました。信長殿にパーンって渡ったらじんわり、そうです、ね、聞いたかどうかわからんようなわしとクライスのやり方があるで。そうですね、信長様、おそのじんわりじんわりする家康様とちょっと対抗的にですね、バーン決めたじゃないですか。ちょっと今回のこのセントレアの春の陣にかける思いをですね、バチンと決めていただきたいなと思うんです、はい、やっぱりこの武将隊の、信長様知ってらっしゃる方たくさんいるんですけども、まだまだごめんなさい知らない方もいらっしゃるんです、うん、そんな方々にですね、うん、セントレアを利用していただいて、でまた名古屋城に行きたいなと思ってもらえる、うん、そんな面白い、うん、面白さはいらっしゃる。やはりな、はい、我らのおる名古屋城というものは常に名古屋おもてなし部署隊出陣しており、土日祝日はこうした演舞を届けてまいる。なんと名古屋城入場料500円だけで我らは見れるからな。そしてさらに年間パスなるものを買えば2000円で1年中通い放題ということで、ぜひともこの名古屋城に参ってほしい。現在名古屋城には昨年6月本丸御殿が完成いたした。これは城としての国宝第1号でござって、この本丸御殿の新築を見れるのは今を生きる武士らと、この築城者徳川家康が見ておったものが全く同じものが見れるという、故にこれは300年400年残ればまた後の国宝になるはずじゃ。後の国宝が新築の状態で見れるのはこの時代のものと今を生きる主らだけだからな。ぜひとも名古屋城に見に参ってほしい次第じゃ。以上でよろしく。素晴らしい。そしてもちろん武将隊の皆さん方の演舞も、これ一つの楽しみの一つですかね。おうじゃな、時間は何時からやってらっしゃるんですか。時間は日によって違うんじゃが、まあ基本的には午前中11時から、そして午後は2時半から取り行ってるから1日2回である。夏は午前中の1回であるからな、早めに来るとき待っておるぞ。なるほど。いや、もうせっかくだったら今日でどこ行こうかなってちょっと思ってる、ね、方々はぜひ名古屋城行っていただければ。おうじゃな、3時の会はやってないのかな。2時半から侍忍者ショーというのをやってるから侍忍者ショー、さようさよう。本日は金色の甲冑とその他大勢がおる。ぜひとも参ってほしい。ぜひね、ふわふわ名古屋城と本物の名古屋城ね、ぜひ見ていただきたいなと思います、待っておるぞ。ありがとうございます。さあ、そしてせっかく今日初陣清正さんもそうなんですけども、凛太郎さんもう類似なんですけど、ちょっとステージに履けてもよろしいですか。おまた凛太郎に何か話がある。コマさんもぜひ。好きじゃない凛太郎のこと。いや凛太郎さん、せっかくなんでね、このセントレア類似ということで爪痕を残していただきたいなと思って。はい、恐ろしい、嫌われるぞ。さあ、では一言皆に届けよ。いけ大丈夫。セントレア楽しんでるかい。いいぞ、私はどこの時代から参ったものなんだろう。現世向きだ、現世向き。あ、そういうことになりますね、心を打てる。申し訳ございません。爪痕は残せたでございましょうか。はい、いや、爪痕ならぬ、もう傷跡じゃん。さすがでございます。凛太郎、見たことない名刺取るぞ、今。でもなんか素敵な笑顔で、ね、多くの方に愛されるやっぱり陣賀さんになる。もちろん、凛太郎のこと好きじゃないな。ほら、なんか戸惑った感じで好き。助けてやったの。そうですよね。なんか凛太郎さん、信長様とどういう関係なんですか、歴史的に。ない、お付き合いないないですか。おいくつなんで現在。457歳でございます。457歳だいぶ違いますね。なるほど、接点もそんなにない。父が戸田の上に尊敬をしてただけ。どうせば薄い関係というか非常に薄いことです。なるほど。いや、だからすごくこう親密的にこうお話されるので、
あのすごい近い関係なのかなと思ったら、信長殿に、はい、非常に近い前田利家殿、前田利家殿の前田家に仕えし足軽である。なるほど。故に信長公の御姿を直接見る機会はかなわなかったが、通じて話を聞いており、非常に尊敬をしておる。そういうことじゃな。どうでしょう、あの戦国時代こう噂を聞いて、こうやっぱり自分の中でこう、ね、イメージを沸かせるではないですか。その後こう現世に蘇って、本物の信長様にお会いした時の印象はいかがだったでしょうか。やはり400年前の噂で聞いとった話では400年前の噂で、はい、真似をいたすの私は素敵だなと思って。お主はもう少しシャッと立たんか、ずっとこうやっとって。ビンビンに立ってるんです僕は。あ、誠、はい、全力で立っとる。全力で立ってる。座っとるって座ってない。すごく立ってますよ、堂々と。足が短いだけでは言わせるな。すまんな、思っておったことを言うてしまったわ。こっち見えない。あだ討ちは。あ、どうぞ。いや、あ、で、あ、そう、素晴らしかったってことですか。は、あの平日の初陣を信長様とさせていただきたい。細かい話はええよ。私は分かった。面倒見が皆様から ありがとうございます。まあ、この者の成長も、はいはい、要注目であるという。そう、今日一日ね、りんたろーさんと多分触れ合う機会もあると思いますので、ぜひともそちらの方で、ね、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、さあ、この後は、忍者隊の演舞となりますので、この後は名古屋おもてなし武将隊の皆様方はこの後ちょっとだけ控えていただいて、うん、また後から、午後からですね、出ていただきたいと思いますので、今一度大きな拍手をお送りください。名古屋おもてなし武将隊の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。顔を、顔を上。おばさん、ありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。さあ、引き続きお楽しみください。それでは後ほど失礼します。